ドッキリなの？ドッキリなの？ドッキリとかで。どこをどうやって、はい、どんな風に？確かに。はい、ちょっと待って、はい、違うね。あいつも二人きりなのやだ。今から二人きりなの。両サイド今ぶつけられてるんですよ。右側をぶつけたうなぎの藤田は俺の家の車庫から出るときに家をガリガリガリってやってるから家の方もじゃあモリモト秀樹です。いつも座っております。昨日かな、サムから電話ありまして、モリモトさんやっちゃいましたと。どうしたって聞いたら、またぶつけちゃいましたと。お、来た。あ、おじゃます。おい、サム。おじゃます。うん、いやー、やっちゃったね。今ちょっとズーム、はい、ちょっと撮ってるんだけど、これも。あ、そうなんですか。はい。なんでまずぶつけたいっていうことで、うん、その謝罪の YouTube を僕と藤田で撮ってたんですけど、うんうん、そうだよな、社長が言ってくれたってことでしょ。その、藤田とサムに優しさだよな。はい。撮り終わって淳さんの家に戻る途中に、うん、コンビニに寄ったんですね。バックで駐車しようとしてたら、藤田が急に、うん、やばいってなって、うん、サムこれ当たってるわって言われて、まあまあとにかく不注意だよね。まあ、そうですね。結局はな、はい、まあいいよ。じゃあ、りょうさん、はい、この後は配信すんのよ。ゲームゲーム配信するから、はい、ここにちょっとりょうさんもちょっと来てもらって。あ、はい。あ、うん、おございます。おはようございます。あ、淳さんのドライバーやってるサムザワールドです。よろしく。あ、よろしくお願いします。サムから僕ちょっと相談受けてまして、うん、淳さんの車が後輩にぶつけられてっていうのは知ってますか、ドライバーに。 YouTube で、はいはいはい、ロンブスマイルで、うん、はい、はい、そのドライバーだったのがサムです。まずぶつけちゃった、はい、ぶつけちゃった、はい、ました。はいはい。その 2,3 日後に、うん、逆の右側の窓の部分を、うん、藤田ってドライバーがぶつけてるんですね。2、3日後、はい、やってもらった、ね、1ヶ月近く多分修理かかったよね。はい、1ヶ月ですね、うん、かけて、で、まあ、またぶつけたんですね。で、帰ってきてから、帰ってきてすぐだよね、はい、ぶつけたことを謝罪する YouTube を、はい、お前ら車今日空いてるから撮ってきていいよっていうので、うん、貸していただいて YouTube 撮ってる時にぶつけました。あ、でこれをまだ社長に言えてないんだよね。そうですね、はい。え、アツに言ってないの？まだこの2発目はちょっとさすがにやばすぎて、うん、ちょっと言えてないんですよね。で、りょうさんといえば、まあもう国民みんなが知る謝罪のスペシャリストじゃない。スペシャリストじゃねえよ。スペシャリストじゃ一回だけ。何笑ってんの？え、すいません。いや、それで僕の意見も言えるんですけど、やっぱりりょうさんの方が淳さんとももちろん付き合い長いし、相方ですし、うん、こういう時ってどうすりゃいいのってことだよね。どうすりゃいいのも、はい、だって、俺は、世の中に向けての謝罪だったけど、はい、今回違いますもんね。これに関しては、淳だけだから、淳、はい、に気持ちが伝わればいいってことでしょ、うん、要は。そういうことです、そうです。淳、はい、さんが許してくれたら、うん。どういうような動画になってるかもちょっと気になるけどね。どの程度。だから、それ、りょうさん、見てもらった方がいいですよね。どうやって見る？なんかギガファイルとかで送ってくれる、はい、データ送るんで、それ一回見てもらって、うん、カーブつけずで車内の紹介をしていきたいと思います。綺麗に申し訳ございませんでした。左折してたら途中で大きなガリガリガリっていう音が鳴りました。以上、二人の経緯なんですけれども、やっぱ共通してやっぱ焦り、多分カチンとは来るよ、絶対に。はっきり言って。そうですよね。100% は来るよ。だし、視聴者の人も、はい、うん、車ぶつけてきた謝罪動画ですってこれ見たら、この二人舐めてんなってなるよ。いや、100% 腹立つと思うよ。絶対にもう、バラエティ方向だと思うんですよね。やっぱ芸人ならではの、
謝り方というか、なんだろう。ちょっと僕一人じゃどうにもなりそうにないので、うん、最悪俺も切れられるからね、はい、そうだね、はい、要ね、はい、そうだよ、森本は切れられる可能性あるよ。ありますよね。うん、なんか知んないけど俺も出てきたけどね。相談された時点で俺だってお前のさ、はい、もう船に乗ったんだよ。そうだよな。あ、相談してよかったっす。これどうする、森本マジで。ここに厚さんを呼びます。え、マジっすか。まあ俺らがフォローすることはしやすくなるよ。あ、まあ確かに僕が一人で謝るよりは、そう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 、はい、うん、謝りやすいっすね、確かに。だって、怖っ。いやー、どうなるんだろう。まあ、こっちもちょっとドキドキするよ。うん。はい。あ、来た、来たか。あ、来た来た。おはようございます。おはよう。おはようございます。おはよう。おはようございます。あれ？ゲームやるんじゃないですか。ゲームじゃない、ね、ゲーム前にちょっとお時間いただきたくて、うん、ちょっと早めにだからすいません。おさサムさんいるじゃないですか。出ます。なんか謝罪動画を編集なんか動画にしろみたいなんでサムに振ってましたよね。あの車をぶつけた。謝罪動画っていうか、まあ車が修理直ってきたから。直ってきた、直ってきた。うん。今後車ぶつけないで頑張りますみたいな動画を一本撮ればと言ったよ。その綺麗に直ったね、はい、編集が上がったんで、うん、あ、わかりました。そういうことで、ね、それを、はい、それをちょっと見ていただきたい。確認してほしいな。まず見てほしいな、とにかく。今後はぶつけないように頑張りますみたいな動画撮った方がさ、なんか父ちゃん母ちゃんも YouTube 出てくれてね、はい、心配してると思ったから。はい、だからね、優しい計らい、ね、うん。あ、それの視聴。そうそう、視聴だけ、はい、だからこれも撮ってるの、はい、今。今レコーディングしてるの。今撮ってんの？撮ってる撮ってる。見てるリアクションをちょっと。うん。見てるリアクションを見たい。なんとか。そうそう。サムがだから作ってる。初めての編集。ってことはなんか、そのうまくいってない。見て、とにかく見て、とにかく届いたやつ。とにかく見ればいい、ね。でもなんか、見て。これ届いたやつ、これ見ればいいの、はい、そうそうそう。はい、開いてみて。ます。カーブスケーズで、社内の紹介をしていきたいと思います。あ、ちょうどいいっすよ、僕ら。聞こえる。申し訳ございませんでした。ご挨拶。やばい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 。ロンブースマイルをご覧の皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。どれ？メガネする。アツシのサムザワールドです。アツシのデモクラシーです。アツシ一個耳しといた方がいいかも。せーの、カーブスケーズです。あ、すげえ明るい。この方がいい。我々二人がですね、アツシさんの車をぶつけてしまいまして、ね、そのぶつけてしまった経緯、元気よくやってるやってるよ。明るすぎんだよ、ほら。上げさせていただく、うん、まずは藤田ヒクラシーがぶつけた経緯を説明します。自分はしますって明るくだけど悲壮感出てないでしょ。えでも悲壮感は出てないけど悲壮感は出ていい、止めていい、もうなんか、はい、どうしました、見てられないから一回どうしました、一回止める、うん、どうしました。悲壮感は出てないんだけど、うん、これ車ぶつけたやつのテンションかな。いや俺もそう思ったんだけど。でも、社長のね、指示ですからね。そうそう、いや、社長が指示だから。確かに言った、悲壮感が出ないように前向きな道？いや、これは初めて見る人が見たら、こいつら人の車ぶつけて、なんか反省の色まるでないなに映るのが怖い。この二人が、怪我しそうで怖い。わかる。そうですね。だから、あっちにこうやって、俺らの前で見てほしかったというか、リアクションを俺らも。そうですね。あつしさんの言ってる指示の、やっぱこの、パーセンテージって分かんないと思うんですよ。もう、どっちかなんですよね。0か100。テンション低いか高いか。ここの、70% でとか分かんないもんな、サムな。もう、はい、明るくって言われたんで、全力でやらせてもらいました。はい。明るくとは言ってないけどね。うん、だそれはもう徐々にサムも手に入れていく技術だと思うんですよね。はい、はい、ちょっと。これ、ちょっと最後まで俺見てないけど、見たの？ちなみに。そっから車紹介とかですよね。うん、ぶつけたところの証拠、はい、ぶつけた場所とか車ぶつけたところと治ったところが、はい、あ、こんだこういう仕方で、はい、そうこういう風に綺麗になるんだっていう、はい、ビフォーアフターをつければっつった、はい、あ、それついてる、それついてると思うから、はい、その時のテンションも見てあげて、思ったより、あと車の中の紹介もありますしね、ガレージ内で乗ることがちょっとアツシさんできなくて、ちょっと一回止めてもらって、
はい、まあ、こんな感じで動画が続いていくんですが、はい、サムから、はい、社長にちょっとな報告というかあるから、はい、ちょっとそれこの動画の、はい、ちょっと、はい、ちょっと行ってみようか。はい、じゃあ、わかりました。うん、淳さん、この撮影、謝罪 YouTube の撮影中に、実は、もう一度、車をぶつけてしまいました。車をぶつけてしまいました。その、YouTube を撮ってる途中に、じゃあ今ぶつかってるってこと？車。車、はい、ちょっと傷が。はい、ちょっと待って、はい、車をぶつけて修理しました。はい。で、その修理した様子を撮ってます。その撮ってる時に車ぶつけたってこと？そういうことになります。嘘でしょ？本当申し訳ないです。その動画が後ろについてんの？そして、はい、ドッキリなの？ドッキリなの？ドッキリとかいうやつなの？ドッキリとかでもないの？ドキュメンタリーなの？ドキュメンタリーなの？まあ、ガガチです。俺らもドキュメンタリーなの？どこをどうやって、はい、どんな風に？確かに今からいろんな質問があると思います。はい、その後流れるの？はい。僕今見たくて怖いわ。で、まあ、僕も相談を受けて。ほんで。これ、そっか。あれ以来車に乗ってないのか、コロナで。はい。ぶつけちゃったからどうしましょうかってことね。はい。さすがに、はい、まあ、サムの顔を最初から思い出してもらいたいんですけど、すごい、やっぱ反省をしてるんですね。いや、すっごい神妙な感じで、はい、いたから。なんで、まあ、はい、まあでも動画撮ってきたらっていう最初に、社長がね、エンターテインメントに持ち込んでくれたっていうのもあって、なので、伝えるタイミングとかも難しかったんだと思うんですよ。でも、もう動画の撮影はしてるんですよ。だから、そこで、はい、そこが、見どころというか。編集も終わってるのよ。そうです。いや、なんか、ドッキリじゃないって言うけど、もうドッキリしてんだよ、うん、俺は。いや、それはもう、はい、びっくりはなさってると思うんですけど。普通のドッキリは、うわ、俺の車ぶつかったって、うん、見えるけど、でも実はぶつかってないっていうのがドッキリじゃない。うん、はい、ぶつかってんだよね、うん、これもはい、ドッキリじゃないです。もうリアルなドキュメンタリーです。そうで、後輩が先輩に謝るまでというドキュメントです。ドキュメントよね。やっぱ速動力っていうのを教えとしてるんで、うん、ぶつけた時に、あ、これどうしようってすぐ動いて、撮影して、編集してっていう速動力はもう買ってあげてほしいです。これは。でも一番の速動力は俺に謝るだけど、一番の速動力。すいません。まあね。はい。怖かったんだよな、それ怖かったことがことなだけに、ちょっと2回目だから怖いってことね、はい、そうです、さすがにやばい、自分でももうね、やばい、まあ、はい、気持ちわかるよ、サム頑張っていきたいと思っておりますので、チャンネル登録お願いします。いや、テンション高いな、ここ。あれ、やばい来たか、やばい、うわ、終わった。チーンじゃないのよ。編集入れちゃう。完全にやってしまいました。この謝罪 YouTube を。ちょっとすいません。途中なんですけど。どうしました。受け止め方が分かんない。この動画の受け止め方が分かんない。ドラマで始まってんの？これリアルなの？ぶつけた瞬間は撮れてないんですけど。はい、やばいやばい、でも回そうって、はい、すぐ回そうって出たんだと思うんです、ね、はい、ぶつけた瞬間にやばいやばい、回してってなったってこと？いや、はい、もう根っからの YouTuber じゃん。当たっちゃいました。不思議と、なんかこの前の傷がでかかったから、これぐらいの傷だったらいっかって思っちゃうな。不思議だね。免疫がね、免疫がついてますね、うん、これはまあ社長としてもそうですし、うん、まあ、社会人の先輩としてもそうですけど、はい、謝罪はまず動画経由じゃない方がいいと思う。まずはね。ただ笑えたら勝ちだから、俺はもう今笑わせられましたから。でもその笑わせるその流れを作ったのは森本さんと亮さんがこう間にクッション材があるからだって感じてほしいけどね。いや、本当にありがたいです。これを見返せられたら、はい、多分
怒鳴り散らしてると思うよね。なんでまあまあ、はい、今ここでエンターテインメントになってるから、うん、まあまあ、うん、ロンドンブーツチャンネルです。毎回楽しいことやっていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。